ということで本日もご視聴いただき誠にありがとうございましたと言いながらですね、実はまだ締めの動画を撮ってないんですけれど、先にちょっとおまけ動画を撮影させていただいております。お店の駐車場から出て、今からですねライブ配信は左でもよかったな、ライブ配信をするためにちょっととりあえず空港の駐車場に一瞬止めて、そこからスタートしようと思ってますので、そちらに行きたいと思います。っていうか締めを撮る前にこのおまけ動画を撮ってるので、なんかどんなセリフを言おうか迷ってますが、とりあえず美味しかったです、お腹いっぱいです、デラックス、本編でも、まあ、ちらっとお名前出しましたよね。ハイサイ探偵団の孫六さんが行って、孫六シャワー TV でしたっけ、チャンネル名、そちらでも行って、ハイサイの休日の方でも孫六さんおすすめのっていうことで結構大人数で行かれてました。多分それが最新から、それでもまあ数ヶ月前ですけど、その時も孫六さんは僕が食べたデラックス食べてましたね。なかなか美味しかったです。孫六さんが言うようにしっかりと最初にダーってかけると、やっぱりあの醤油のことです、醤油最初にあまりかけるとやばいですね。やっぱり最初にかけずに、ちょっと僕本編の最後でも多分言ってると思うんですけど、ちょっとかき分けて穴ができたっていうか、なんて言うんでしょうね、ちょっとこぼれる、醤油がこぼれる余裕ができたらちょっとずつかけていくっていうようなスタイルで今回かけていきましたけど、そんな感じがいいのかなと思います。あ、そっか、今エアコンちょっと暑いんですけど、エアコン完全に切ってるんで、エアコン切ってアイドリングストップだと、もちろん車全く揺れてないんでカメラも揺れないですね。いつもライブ配信中もこのおまけ動画中も信号待ちの時にカメラが結構ブルブル揺れてるのでそれを手で押さえてたりするんですけど、エアコン今日涼しいんですよね、台風の影響で雨降ってるんで、まあ、最近一応外気温27度です。最近朝晩はそんなに、まあ、エアコンかけずとも移動できるぐらいの、全然車乗ってられるぐらいのなんですけど、昼間はやっぱり太陽出てきて、太陽を浴びるとめちゃめちゃ暑いんで、さすがにエアコンなしでは昼間は入れないんですけど、か窓全開、窓開けたら窓開けたりうるさいんで、今は窓も閉め切り、まあ車に乗ったばっかりなんで大丈夫かなと思って、ちょっと行けるところまでエアコン切っていきたいと思います。空港なんで10分かかるかな、10分かからないかもしれませんがもうすぐですね。実際に動画でも言いました、まあ、レンタカー借りてるとレンタカーを返さなきゃいけないので、まあ、レンタカー返すのがこの近くであれば便利ですけど、最近レンタカー屋さん離れてますからね。旅行の方で、これ多分赤峰駅から歩いてもそんな遠くは、まあ真夏はちょっと暑いですけどね、真夏じゃなければ余裕で徒歩範囲な気がします。余裕で徒歩範囲で、なので、行けるかと思うんですが、レンタカーだとちょっとめんどくさいですね。あと駐車場、それ駐車場知ら、動画でも多分はっきりと言ってないと思うんですけど、店の前に一応数台あるんですけど、かなり台数、何台 ?1,2,3,4,5 多分5,6 台は止めれると思うんですけど、結構キツキツなので店の中の規模にしては、まあ駅前那覇のこの辺なので皆さん歩いてきてるのかな、歩ける範囲、さっきも言ったように赤峰駅とかから歩ける範囲なので、車じゃない方も多いかと思いますが、車はちょっとちょうど出るときは多分第一、僕行ったの11時本当5分10分ぐらいだったので第1弾的な感じで入店したと思うんですが、もしちょっと出遅れると、今はまだ12時前ですね、12時前ですが、
その時多分第1弾がみんな帰ってちょっと駐車場空いてましたけど、タイミング良ければそんな感じで開くと思うんですが、タイミング悪ければすぐいっぱいになるぐらいの台数しかないのでお気をつけください。ということで、台風今日全然チェックしてないんですけど、台風多分もう通り過ぎてると思うんですけど、昨日の夜中結構一時期土砂降り降ってたんですよね。土砂降りでやばい、明日ライブ配信するつもりなので土砂降りと思ってたんですけど、一応土砂降りは回避してるんですが、全然天気は良くないですね。このままライブ配信突入どうしましょうかねどんなライブ配信になるのか、どこ行くかまだ未だに決めてないんですけど、とりあえずもう那覇空港初にしたので、一応なんだっけ、その、普段行かないから名前忘れました。左側南側です。背中島寄って糸満の無料のビーチのところまで行くか迷ってます。行って宜野湾に戻りましょうかね。もう実際にはここから宜野湾に戻りたいだけなんですけど、まっすぐ戻ってもつまらないんですけど、まあ、この雨なのでまっすぐ戻るのもありなのかなと思いながら迷っております。僕長丁場はそこまでしないので、そんなライブ配信なのでぜひライブ配信もし見てない方は、動画上げてるときはもうライブ配信終わってると思うのでぜひご覧いただければと思います。ということで那覇空港の、出発に行くならここから左ですね。僕は駐車場にちょっと立ち寄りたいのですいません、なんかこんな使い方してて申し訳ないんですけど、見送りもか、お迎えの時に使う形の30分無料の合間に、30分でしたよね、ちょこっと空港でお話ししてスタートしたいと思います。こっちで走ってましたよね。左から行ってもいいの？左に行くと左しか行けないです。邪魔な車が、こういう車道ですよ。これは完全にルール違反以上ですが、ここに今止めてたらまだいるんですね、あそこに止めてる人。基本的にここはレンタカーとかタクシー、レンタカーの送迎とかタクシーの乗り場なので皆さんお気をつけください。ということで、ぐるっと半周という一周していきたいと思います。カメラずっとちょっと歪んでますかね、もしかしたらすいません、ちょっと歪んでます。ちょっと歪み補正は多分かけないと思います。最近YouTube の音量がなんかもうちょっと上げたいんですけど、編集後自体は上がってるんですけど何がいけないのかわからないままでございます。設定が悪いのかな、まあ、そんなやっぱりもしご意見をお聞かせいただければと思いますが、なんかちょっと僕の YouTube の動画音量ちっちゃくないですか？iPhone で撮ってるってそれを編集して、一応ボリューム上げてるんですけど、編集時に上げてはいるんですけど、なんか完成した動画 YouTube でプレミアム配信を皆さんと拝見させていただいていると、なんかもうちょっと音量でかくならないかなってよく思うんですよね。その点直ったらいいのになと、まあ、僕の編集の仕方が悪いのかな、ボリューム上げすぎなのかな、もしかしたら設定、僕の編集の仕方って、まあ、全く一緒じゃないですけど、もちろんよく見ているサンフランシスコのたまに名前を出すドリキンさんっていう方がやっている編集方法を結構真似てるところがあって、
本当の音のボリュームの調整とかはもうドリキンさんと基本同じなんですけど、違うのか iPhone だとちょっと変えてるんですよね。上げすぎてるのかな、なんか iPhone のボリュームの方がちっちゃい気がしてちょっとボリューム上げ目にしてるんですけど、第三駐車場も普通の人も入りましょうか。第三駐車場あんまり来たことないです。そんとかよいしょよいしょ、こいつ屋上入ってない。駐車券をお持ちの方は駐車券をお取りください。道内の案内表示に従って。契約者だけ、あでも今発見しましたもんね。3屋上行けないんだ。屋上からスタートしようとしたのに屋上行けないのか、まあ、仕方ない。この辺は全然、この辺契約じゃないっていうことでいいのかな、わからない。あ、逆走だ逆走だ、すいません逆走してました。この辺契約者か、逆走でしたね。車がいないので本当に失礼いたしました。完全にルール違反を。よいしょよいしょ。ここ契約者、なんか僕すみません P さん初めて来たんですけど、別に契約者とは書いてあるか、枠外駐車禁止って書いてるだけですね。契約者だけではなさそうですね。大丈夫そうなのでちょっとこの辺に止めましょうか。よし、ということでライブ配信ちょっと締め動画撮る時間がなくなってしまった。締め動画やばいな、忘れてそうだけど大丈夫だと思いますが、締め動画撮らずにライブ配信に突入したいと思います。それでは今回のこちらの動画をご視聴いただきありがとうございました。本当にありがとうございました。それではさようなら。サワディーカ、バイバーイ。